犬山のひなゆめ工房にやってきました。バーピーでーす。おかえり。ただいまー。1年ぶりのポッピーがやってまいりましたよ。夏とともに。やったー。この曲はこの曲でしょ。あれ、マツケンは？マツケンはどこだ。マツケン、ポッピーが来たよ。はい、はい、はい、それでは聞いてください。ナミノレ様、暑い夏夜の海に飛び込んだ知らないこの瞬間の陽気、君と波乗り勢いづけてく、止まらない始まる最高のストーリー。 Come on.
ちばってるとていないから身を寄せる街で遊んでいた。そこで俺たちを突っ張ってた。どうでもないことやるかってた。スーパースターに憧れながら痛い方で向かってみても生きてるやつらは誰もいない。彼らの愛を守りなさい。 Yeah Glory to you。
「助けてよ2人甘い茶」
のはもののけドリンカーズなんだっけ、もののけドランカーズサミットボリューム3に呼んでいただきまして、バーベキュー大作戦にゃ、そうにゃ、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい、みんな飲んでますか。飲んでますね。水分補給もしないと今日はマジで倒れるパターンのやつなんで、暑いので本当にみんな命大事にですよ、本当。はい命大事、ちゃんとお水を飲まないといけませんからね。お茶は水分補給になりません。はい、そうだよ。はい、はい、ちゃんとお水を飲みましょう。はい、そんな感じで私たちこの後19時からですね、レッドドラゴンの方で、使いのレッドドラゴンの方にて、そのレッドドラゴン10周年のイベント、マスクマスクマスクがありまして、今この後行くんですけれども、よければそちらの方も興味あるよっていう人は1000円で入れますので、安い、ぜひ遊びに行くしかない、遊びに来てください。お待ちしております。お願いします。はい、そんな感じで、ね、この後バーベキューとかもありますんで、ぜひね、そっちの方も楽しんで、もうとことん楽しんでね、行きましょう。はい、いやー、行けるか。はい、そしたらポッピー最後の曲、もっと見たいよ、聞いてください。最後に一つ、いや最高じゃん。Bye.
ベキューとともに特典会します。ぜひ遊びに来てください。バーベキュー、年末。